つの間に寝ちゃってたんだろう。うん、変な姿勢になってたのかな。首が痛いよ。最近ずっと雨だな。嫌になっちゃう。次、お兄ちゃんたちが来るときには晴れてるといいな。これじゃあ今日も見えないな、星。みんなどうしてるんだろう。クラスの子たちと遊んだりしてるのかな。みんなに会いたいな。あれ、このベッド病院のじゃない。そっか、私もう元気なんだ。みんなと一緒にいられるんだ。おーい、サキ、まだ支度しているのか。毎朝身支度に気合を入れるのはいいことだが、あんまりのんびりしていると遅刻するぞ。え、朝？今何時？お兄ちゃんが起こしてくれなかったら危なかったかも。おはよう、サキ。間に合ってよかったね。サキが寝坊なんて珍しいから連絡来た時びっくりしちゃった。夜更かしでもしてたの？そういうわけじゃないんだけど、夢を見てたらずいぶん寝ちゃってたみたいで。夢？どんな夢だったの？それは。あ、そうだね。ありがとう。ほらほら、いっちゃんも座って座って。うん。入院してた頃の夢を見たなんて言ったらきっと気を使わせちゃうよね。いっちゃん、私が遠くの病院に入院したせいであんまりお見舞いに来られなかったことずっと気にしてたし、今はもう体も大丈夫になったし、みんなに心配かけたくないもん。今日も元気に頑張るぞ。授業終わり。練習行こう、ひっちゃん。うん、サキ、今日なんだかテンション高いね。うん、朝は遅刻しかけちゃったけど今日はもうバッチリだよ。それに今日はあっちに行く約束の日だしね。うん、そうだね。久しぶりに行くから楽しみだな。お疲れ様のハグ。わあ、サキちゃん、急に抱きついたら危ないよ。廊下で暴れないでよね。お、しほちゃん。それじゃあしほちゃんにもお疲れ様のハグを。だから暴れるなって言ってるでしょ。ほら、今日はあっち行くんだから人目につかないところ行くよ。しほちゃん、そんな風にほっぺたつかんだらさきちゃんの顔が。さき、すごい顔になってる。しほやん、ほっぺ離して。ここなら人もいないみたいだし大丈夫かな。みんなも大丈夫？うん。
じゃあ、行くよ。いらっしゃい、みんな。ふふ、待ってたわ。ミクちゃん、ルカさん、今日もよろしくお願いします。うん、さっきは今日も元気いっぱいだね。でも朝は遅刻ギリギリだったんだよ。びっくりしちゃった。へえ、そうなの。サキが遅刻しかけるなんて珍しいじゃん。いつもすごく早く登校してるもんね。何かあったの？えへへ、ちょっと寝ぼけて二度寝しちゃったんだ。先っぽいっちゃ先っぽいね。それより早くスタジオ練習の成果ミクちゃんたちに聞いてもらおうよ。そうだね。それじゃ準備しよっか。あの夢にはドキッとしたけど、今はもう大丈夫。一人ぼっちだったあの頃とは違う。今はみんながいつもそばにいてくれるもん。だからこれからあの時過ごせなかったみんなとの時間をたくさん取り戻していかなくっちゃ。